スパイダーウィッグの謎、ご覧いただきました。主人公の少年はあのチャーリーとチョコレート工場のフレディ・ハイモアです。双子の役で二役やりました。異なったキャラを一人で演じたんですね。なんといっても変身シーンが見事でした。父親かと思ったらみるみるモンスターに変身していくという、あの裏切り方、タイミングはうまいですね。そしてエンディング、85歳のルシンダが父親に再会するところは原作と同じなんですが、その後ルシンダは父親に導かれて一緒に空へと舞い上がっていくという見事なラストが加えられました。ではこの後もスターチャンネルです。